SSTR 失踪まであと17日。こんにちは、旦那です。タイヤと干渉しているフロントフォーク。もちろんこのままでは走行することはできません。旦那の心を折るには十分な威力でしたよ。どうすっかなー。てなわけで、別のフロントフォークを用意しました。とある方のご好意に甘え、下部のフロントフォークを頂戴することができました。ありがとうございました。色が違う多分ご重要とのことですが、正直なところ使えれば何でもいいんです。ところで下部90と50の違いってエンジン以外に何があるのでしょうか？詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。サクッとフロントフォークを外したので並べてみました。パッと見ではよくわかりませんが、緑のやつのフォーク左側が少しだけ内側に入っています。左側に何かの衝撃が加わったのでしょうか？アップにしてもよくわからないレベルの歪みが入っているようです。本当は修正とかしてみたいんですけれども今回は諦めます。どれくらい歪んでいるのかなって。隙間を測ってみると、交換部品は約95ミリ。曲がっているやつは、約92ミリでした。これくらいだったら修正できるかもしれないなぁ。秘密基地内にある設備では叩くくらいしかできませんが、落ち着いたらそのうちやってみようかな。仮組み完了。とりあえずタイヤと干渉はしないことが確認できました。アップで見るとなんだか歪んでいるような気がしないでもない。おそらく気のせいでしょう。下部のフロント周りってこんな感じでよかったのかな？いまいち自信がありません。タイヤとの隙間が左右均等じゃない気がしますが、こんなもんでしょう。ってなわけで組み立ててみました。これで移動させやすくなりますねー。それではエンジン乗せちゃいましょう。肋骨はほぼ完治したのですが右肩負傷中のため、普段の3倍くらいの時間がかかりました。少しだけ YouTuber の自覚が出てきたので、画角が、なんて気にし始めたのも手間がかかる原因となっています。しかし右腕怪我していてもエンジンって乗るものなんですね。エンジン搭載完了。もうここまで来たらスーパーカブですよね。早く走り出したいなぁ。ワクワクすっぞー。インマニのオーリングがカピカピになっていたので、ボリメイトで柔らかくしてみたのですが不安だなぁ。手持ちの何のために取り寄せたか覚えていないオーリング。形状的にインマニ用みたいなので使っちゃいます。笑うほどぴったりでした。編集の時に改めて型番を調べてみたら、これは下部90用インマニ用のオーリングで間違いありませんでした。ナイス俺。いつの間に取り寄せていたんだろう？全く記憶にないのが残念です。インマニ固定完了。キャブレターは先には ARE を接続して、エアクリーナーボックスに接続してから固定します。コネクティングチューブの向きが動くのってこのためだったんですねー。キャブレターを固定して、燃料ホースを繋いだら、これもうエンジンかけられるんじゃない？ってことでエンジン始動にかかります。タペットカバー上部を開けて、エンジンオイルはペール缶で購入したホンダ G2 です。
動く車体は2台しかないのにもう半分くらい使っちゃいました。しょっちゅうエンジンばらしているのでオイルの使用量も半端ないですよ。スパークプラグを外し、念のためキックの鬼になりました。ガソリンは少しだけ入れてみます。問題があったらやり直しですからね。ドレンを開いてキャブにガソリンが来ていることを確認。漏れも含め問題なし。キーをオンにして、スパークプラグの火花チェック、問題なしです。スパークプラグを装着し、さあワクワクタイム開始です。一発じゃかからないだろうな。ちなみにマフラーは穴が開いているものをそのまま使用しています。おおかかったー。少々排気漏れ音が聞こえるような気がしますが、とりあえずエンジン始動です。ってアイドリングはしないようですねー。よっしゃー、ここまで来たらあとはキャブで調整するだけ。チョークを戻せばアイドリングしてくれました。レストアとしては納得いきませんが、エンジンだけはきちんと整備しているはずなので、これで走り出すことができそうですねー。キャブレター調整って面倒なんですよねー。エンジンもキャブレターも一気にバラすと、どちらが原因で調子悪いのか判定が難しくなっちゃいます。まあやることは同じなのでなんとかなっちゃいますけどね。プロのキャブレター調整ってさすがだなーって感じますよ。旦那の調整ではあそこまで安定したアイドリングになかなかならないんです。エンジンが止まらないギリギリで安定したアイドリング、目指すところは見えているので精進していきます。おしまい。次回予告。最後までご視聴いただきありがとうございました。エンジンがかかったのでとりあえず乗ってみたいですよねー。スプロケもチェーンも用意していなかったので再利用してみます。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。行動に出る前にここは交換だなー。